援護するぞ。
길을. 長老、ゼラード様、ただいま戻りました。モンスターの正体は？岩に擬態してたのはバサルモスだったぞ。確かか？確かです。これでライダーさんの実力が分かっただろ。俺も同行しましたが、突き止めたのは彼らです。ライダーとしてということであれば、彼らは十分に役目を果たしました。アルマの言うことに嘘はないと思われます。長老、よろしいのでは？時が満ちたか。へへーん、やったな、ライダーさん。伝承の儀はモンスターに眠る力を目覚めさせる秘宝だ。二体のモンスターの絆を合わせることで力を目覚めさせることができる。実践すると学びも早い。厩舎へ来い。Thank you.
伝承の義を知り、さらにライダーとして成長したな。これからできることがもっと増えるんじゃないか。いろんなところへ行けるようになって、いろんなことができるようになったり、どんどん成長していくライダーさんが楽しみだ。ゼラード様。お、なんだ。ゼラード様、あの件はいかがなりましたでしょうか。私はどうしたら。またあなたか。どうしたらいいのか、恐ろしい。だが探しに行かねばなのだ。だがやはり恐ろしい。おじちゃん、一体何をそんなに怖がっているんだ。アルカラ洞窟で娘が大事にしていた石を落としてしまったと言って、取ってくるよう頼まれたが、洞窟にはヤンガルルカがいる。ああ、恐ろしい。恐ろしいのモンスターが怖くて石が取れなかったなんて、娘にどんな顔をされるかと思うと恐ろしい。ああ恐ろしい。なるほど、これはライダーさんの出番だな。俺たちでそいつを何とかしてやるよ。そしたら石も取りに行けるだろう。本当か。それならば娘にも面目が立つ。なんだか頼りない父親だな。早速洞窟の方へ行こうぜ、ライダーさん。ヤンガルルガは凶暴なモンスターだ。気を引き締めろ。